講座入られてからどういう感じで売り上げって上がってきました？今月6月が今日の時点で106万ぐらいまで。このヘッドラインだったらどこがポイントなんですか？このメソッド入っていなかったらどんな状況になったと思います？集客とか経営とか、毎日悩んで苦しい日々をおそらく過ごしてたんじゃないかなと思います、濡れましたね。いやもう嵐に遭遇してしまいました。でもですね、こう嵐のような結果を出している先生が千葉の柏駅でですね治療されてるんですけども、なんと女性治療家さんで、しかも売上30万平均だったのが一気に100万を超えて、しかも PPC で新規を1500円で一人集めるというですね、ような人がいる先生がいるので、細かくですねウェブ集客について話をしてもらってきたので、ぜひ最後までご覧ください。はい、では今日はですね、今勢いに乗っている石塚恵美さんとの対談動画をですね送っていきたいと思います。はい、6月の今20日なんですけど、はい、もう売上100万を超えてるっていうことですね。はい、ウェブ集客がすごい勢いで結果出てるんで、いろんな話を聞いていきたいと思うんですけど、自己紹介を簡単にお願いしていいですか？はい、千葉県柏市で女性専門の整体院をしております石塚と申します。よろしくお願いいたします。お願いします。あと石塚さんの経歴というか、開業する流れもなかなか独特な流れがあるのかなと思うんですけど、はい、どういう経緯でこの仕事をスタートされたんですか？もともと会社員をしておりまして、いつかその自分で何かできたらいいなというのがあって、その中の選択肢の一つが整体師で、はい、試しに習えるところ行ってみたところから始まって気づいたのと7、8年くらい。すごいですよね。もう当初あれですよね、会社員をされながらご自身でも経営するみたいな感じですよね。そうですね、もう半分半分なので、どちらかというと最初はやっぱり会社員がメインで、週末とか週に 2,3 日ぐらい仕事としてやっていたものの、集客が全然うまくいってるわけではなかったので、最初はやっぱり知り合いとか友達とかっていう感じで少しずつやっていたという感じで。そういう経緯があった中で、どっかのタイミングで整体一本にされたかと思うんですけど、整体一本にされてから何年ぐらいになるんですか？大体3年か4年経っていないぐらい。会社員とご自身でやるっていうのをやった時に、整体辞めて会社員一本にやっぱり戻るわっていう人が結構多いんじゃないかなと思うんですけど、なんでこうエミさんは整体の方に振り切ったんですか？正直言うともうかなりその時点で何年もやって、で勉強していたので、後戻りできないっていうのもありましたし、あとちょうどコロナの時だったので、両方あるとどちらにもいい影響がないので、挑戦するんだったら今かなというふうに思ってやりました。ご自身の中で挑戦したいっていう気持ちがあったんですね。はい、実際挑戦してみて、この3、4年ご自身で頑張られたと思うんですけど、はい、大体こう平均売上どれぐらいを推移してたんですか？大体3、40万ぐらいですが、始めた当初は もちろんそんなところまでもちろんいかなかったので、集客方法もやっぱ分からなかったので、チラシを時々巻いて、その時で良かったり悪かったり、特に認知を広げていくっていうことも全然知らなかったので、時々巻いて何人かこう来て、なんとなくずっとこう低迷しながら、3、40を推移してたって、はい、という感じでした。それが3、4年続いてたら、そのままやっていくっていう選択肢を取る人がほとんどだと思うんですよね。はい、今この動画見てくれてる方でも、きっとまあ50万弱の人って6割7割そうじゃないかなと思うんですけど、そんな中でエミさんはこうメソッドを受講してくださったわけですけど、どんなこと悩んでたんですか、受講前？一番はやっぱり新規集客です。実際にやっても集まらない、集め方もわからない、どうもインスタとか、インスタ広告とかがいいらしいっていうのは知ってはいたんですが、何から始めていいかわからないので、ハードルが高くて、なんとなくやった方がいいなって思いつつ、そのままこう時間が過ぎてしまって、以前 PPC も一度やったことがあるんですが、本当に集まらなくて、広告費だけかかってしまって、売上低くてこんなに広告費かけてたらもうちょっと持たないぞと思って、結局チラシに最終的に戻るというような状況を繰り返してました。よくあるあるですよね。 PPC もやった方がいいのは分かる、インスタもやった方がいいのは分かる、でも自己流でやることによって広告費が垂れ流しみたいな感じですよね。実際どれぐらい広告費でかけてたんですか？チラシだと一番かけてた時で1回10万ぐらいかけてますね。たんですけど、やらないとそもそも新規の方が来ないので、どうしようもなく、だけど1回10万ぐらいかけてしまうと、毎月コンスタントにできるかって言われるとやっぱできないので、結局なんか2、3ヶ月に1回ぐらいとかっていう感じなので、別に認知が取れるでもなく、次につながるものもないので、それをずっとこう年間通してこう繰り返してるって感じでした。よくあるパターンですよね。でもね、そんな中で僕のことを知ってくださって講座に来てくださったわけですけども、どういう印象を最初持ってくれたりとかしてました？最初は前川先生の DVD を以前見たことがあったので、レアですね。見たことがある先生がネットでそのコンサルの作業をされてるんだなという印象だけで、その時はメソッドとか他のマーケティングの講座にもこう入るっていう気持ちがあったわけではなかったので、なんとなく見始めて、いつか入りたいなと思っていたわけでもなく、情報の更新の頻度がすごく高かったので、なんとなく見るようになったという感じです。見つけてくれた時って、おそらく会社員さんされながらご自身も
もやってるみたいな、この両輪の時だったんじゃないかなと思うんですけど、はい、その時はもうちょっとやめてって整体に一本になっていた時で、僕もなんか高単価治療の DVD 見てくれたんですかね、カウンセリングとか、あ、はいはいはい、はい、あ、そっちを見てくれたんですね、はい、見てました、当時あれじゃないですか、はい、高単価短時間治療が正義なんだみたいな感じがやっぱりあったと思うんですけど、はい、そこにこう結構抵抗があったみたいな話を聞いたことあるんですけど、もちろん高単価で短時間っていうのがまあ理想ではあるけれども、うん、たくさんの他の先生がやってらっしゃる中で知名度があるわけでもないってなった時に、これで本当に売り上げ上がっていくんだろうかっていう気持ちがあったのと、自分も割と肩こりとかいろんな苦しいところがあったので、こういうことやってほしいなって思う気持ちがあったので、その自分がやりたいことをお客様にやるっていう場があってもいいんじゃないかなっていうのは思っていたんですが、いかんせん売り上げが立ってなかったので、自分がやろうとしている方向性がもうそもそも間違っているんじゃないかとか、相談をする場もなかったので、やりたいなっていうまま、でも短時間で高単価の方がもちろんいいだろうって思って、それもちょこっとかじりつつ、自分がやりたいのもちょこっとかじりつつやってたので、中途半端でなおさらうまくいかないって感じでした。この話ってすっごい面白いとは、まあ、今やから笑えるんですけど、当時すごく悩まれたと思うんですよね、はい、でもこの部分がエミさんの経営者としての人生を大きく変えるきっかけになってるんで、この後ねその話してもらえると思うんで、楽しみにしておいてもらえたらと思うんですけど、エミさんはなんで他にもマーケティング講座とかあるのは知っていたんじゃないかなと思うんですけど、この僕の講座選んでくれたんですか？他の先生との違いは正直ちょっと最初は分からなくて、ただ動画をよく見るようになって、はい、でその中でその対談動画がものすごくたくさんあるっていうことに気づいて、ほとんどおそらく全部見たっていうぐらい、すごいですね、結構見てまして、どうも皆さんすごい売り上げを上げてる、しかも割と短期間で上げてるっていうのを知って、でよくよく見ていくと、100万200万上げている先生も実はスタートは今の自分と同じくらいの売り上げだったりとか、あとまあ女性の先生もやっぱり中にいらっしゃって、着実に売り上げ上げている先生の対談があったりとか、あとは自分と同じやっぱりマーケティングについてもまあよくわからない、ほとんどゼロからのスタートっていう先生が実際成果を出すっていうのを見て、ここだったらもしかしたら自分も変われるかもしれないなってちょっと最初思い始めたっていうところです。そんな短期間に上がるんかみたいなんて思わなかったですか、見てて。マーケティングやったことないとは言っているけれども、実は割とスキルがあったりとかっていうことなのかなと思ってました。そうやって思っていただいた上で、東京のセミナーに来ていただいて、そこで申し込みをしてくださったのかなと思うんですけど、決めてってありました？その時はいつか入りたいなという気持ちにはちょっとなっていたというのと、あとは移転をやっぱりしたいなっていうのがありまして、ただ今のまんまで移転しても売上的にどうしても厳しいので、何かこう大きく変えなきゃいけないっていう時にセミナーに行って、今かなという気持ちにやっぱりセミナー中になったので、今思ったら思い切ったことしたなと思いますけど、入ろうと思いました。あの来た時はまだ決めてはいなかったんですか？一回持ち帰って叶えようと思ってました。即決されたイメージがあるんですよね。すごい入るんやと僕思って驚いた記憶があるんで、自分も思いました、入ったみたいな。その時って入るんだったら僕の講座みたいな感覚だったんですか？他を見ようとかなかったんですか？ あんまり比較をしなかったというか、対談動画のインパクトがすごく大きかった、数も多かったですし、昔のではなくて、毎月とか更新されていたので、過去の実績をずっとこう回してるんじゃなくて、現在進行形で先生方が売り上げ上げられてるんだなっていうのが分かったので、入るんだったらここでやってみたいなと思いました。すごいですね。やっぱめっちゃ見てくれてますね。めっちゃ見ました。はい。実際にこういった本質を私の公式メルマガでは伝えていて、こちらの1万人以上の方が登録している公式メルマガでは、私が開業6ヶ月で売上2万という全くの経営初心者から9ヶ月で100万達成、1年で200万達成、その7ヶ月後には回数券を使用せず週休2日半で336万達成できた方法を配信していて、白イン集客を継続してやりきれる環境を用意しています。そして公式メルマガ登録者1万人、 YouTube 登録6600人達成記念で最新ノウハウを公開しております。最新ノウハウではチラシ&ホームページ集客、 SNS 集客、この速攻型と積み上げ型を組み合わせた超ハイブリッド集客、リピート率8割超えの最強問診術、高額メニュー販売動線、継続課金モデル、秘密にされてきた思考術、白イン集客完全攻略、合計スライド238枚、リピート率8割強を実現する24ページの特別マニュアル、私が監修したゼロから始める一人白イン経営動画教材360分、前川雅治が実際に使用したチラシ3種、誰でも実現20分1万2000円の治療を実現した秘密のポイントセミナー映像160分、これら合計15個のプレゼントを新メルマガで無料配布しています。また1万人登録記念で100万達成者が続出した特別セミナー映像 SNS 集客完全攻略55分、
あらゆる条件で100万達成者が出た実践した映像まとめを配布しております。合計178ページ以上、計15個の無料特典、特別動画教材100分が欲しい方は期間限定配信ですので、消えてしまう前に今のうちにこの動画の概要欄にてメルマガ登録をしておいてもらえればと思います。そして1記事5000文字以上の記事をすでに100記事以上公開しており、現時点だけでも50万文字以上の前川雅治の初心者のための集客ブログ、ヒロイン集客に必要なノウハウをつぶやいている Twitter、 これらを含めた計15個の無料特典、特別動画教材100分がありますので、なくなってしまう前にぜひ以下の公式メルマガから登録しておいてもらえればと思います。でそこでまあ講座入っていただいて、そこからの変化っていうのをちょっと教えていただきたいんですけど、はい、入る前はこう平均30万、40万ぐらいを推移されていたと思うんですけど、実際講座入られてからどういう感じで売り上げって上がってきました？かなり波がありまして、一番最初に入った時が40万ぐらいで、それで1月とかでした？1月ですね。1月、はい。2月に広告を入れてなかったんですけど、75万まで行って、でもその時はまだマーケティングの間の字も正直分かってなかったので、3月は落ちて48万ぐらいになって、そこからのインスタとかインスタ広告とか、いろいろ広告をやり始めて、4月に初めて101万で100万超えて、5月は新規集客が今度割と回るようにはなったんですが、なかなかちょっと売上上がらず88万ぐらいで、今月6月が今日の時点で106万ぐらいまで。すごい、超えました。いやー、これなかなかすごくないですか？結構短期間で上がってると思うんですよ。そこまでの変化って想像できてました？自分が100万いくっていうイメージが、そもそもやっぱり入塾した時はなくて、むしろそのついていかなきゃっていう感じで、どこかで振り落とされちゃったら参加できなくなっちゃうんじゃないかみたいなぐらいの気持ちで最初はやっぱやっていったので、半年って自分にとっては結構やっぱ長くて、その1ヶ月1ヶ月でこれがうまくいかなかったとか思いのほかこれがうまくいったとか、毎月ものすごい思い出があるので、ものすごい長い時間メソッドにいたみたいな気分でいます。ものすごい悩んで1ヶ月とかもありったので、僕たちはね、どんだけエミさんが動いてるか分かるかあれですけど、めちゃくちゃやってましたもんね。休みの日とか、こいつどれだけこの店にいるんだっていうぐらいやってた日とかありました。LINE でね、こう相談とか受けたりするんですけど、はい、結構夜遅い時間に長文が来たりとか、そうですね、一番悩みまくってた時でしたね。いろいろ悩みの部分あったと思うんですけど、まずこうリピートの部分からお話聞きたいなと思うんですけど、エミさんってね、ちょっと独特で1回1回とかそんなんじゃないですもんね。どういうスタイルでやってるんでしたっけ？以前はその回数券とか、8800円の単価でプラス回数券っていう形で、プラスでちょっと姿勢矯正で別のものっていうことにやっていたんですが、トータルでその姿勢を変えるとか体を変えるっていうところをコンセプトにしたいなと思っていたので、回数券もやめて1万円以下のメニューも全部やめて、最低回数で10回以上で3ヶ月とか4ヶ月ぐらい通っていただいて、一緒にこう体を変えていくっていうプログラムって名付けて、それをやりますと言ってくださった方に、一緒にその3ヶ月半4ヶ月一緒に頑張りましょうというものに絞りました。これが悩んだ部分なんですよね。そうですね、パッケージ化して取り心地も最初あったと思うので、単発にした方がいいのかなとか、このパッケージを貫いた方がいいのかなとか、すごい悩まれたかなと思うんですけど、今結局もうパッケージ1本でいってるんですもんね。そうです、はい。パッケージの値段帯でどれぐらい値段なんですか？一番安いのだと13万5千円で、高いのだと当時16、17万ぐらいのところがあります。なかなかいい値段取ってますね。今実際そのね、パッケージって大体どれぐらいのリピート率なんですか？初回でプログラムを制約取るっていうスタイルをやめて、初回と2回目来ていただいてどうですかっていうスタイルにしていて、月によって波があるのですが、一番高かった月だと 100%、 平均だとでも7割ぐらいだと思います。十分すごいですよね。前川先生のおかげです。悩みまくって、1ヶ月があったからこそ。その悩みが吹っ切れたきっかけって何やったんですか？2月に、これも本当に運が良く、その時は 100% 取れた月があって、でもそれはたまたまだったので、その自分が意図して何かをやったとかっていうわけではなかったので、まだまだ自信がなかった時に、成果報告で今月はこうでしたっていう報告を前川先生に LINE でさせていただいた時に、私のイメージだと、そのやり方続くってダメだよみたいなことを言われるかなと思ったら、それ01に行ってるから、そのままやればいいよって言われて、ダメって言われないんだと思って、それはすごく驚いて、じゃあもうこれでやるしかないっていう、これでやらない
ないと他のメソッドの先生の背中も見えない位置にいたので、はいはいはい、これでやるしかないなって決まったのがまあその時点、入塾2ヶ月経ったぐらいの時でした、はいはいはい、そこからもうドシンと決まってリマインに至るわけですよね、はい、ここでまたすごいのがそこまた集客も結構できるようになられたじゃないですか、はい、今って集客のメイン媒体って何なんですか。今は PPC とインスタ広告がメインです。大体どれぐらいの獲得単価で今やれてるんですか、はい、PPC は今ちょっと調子が良くて、うんうん、1700円とか意味が分かんないですよね。100円ぐらい、うんうん、インスタは正確に計測はできてないんですけど予約をちゃんとしていただくっていうところまでだと1人5000円ぐらいなのですが、うんうん、LINE 登録ってなると多分2000円台ぐらいで、おそらくいけてるぐらいじゃないかなと思います。めちゃくちゃすごいなと思うんですよ。 PPC とかでね見てくれてる方って、まあ、1万円超えてんねんけどみたいなの結構いると思うんですよ。どうやったらそうやって単価抑えれるんですか。工夫してること何かあります。自分一人ではやっぱ始められなくて、うんうんうん、メソッドの中には、うんうん、まあ、それぞれのこう専門分野の先生みたいな先生がいらっしゃるので、スタートはやっぱりその先生にお願いをして、うんうんうん、いろいろご指導いただいたりとかして、はいはい、今のプログラムにもつながるのですが、うんうん、差別化って難しいのですが、はい、特徴としては女性専用であるっていうことと、うんうん、プログラムであるっていうことと、痛みを取るっていう、そのそこにフォーカスするっていうよりは、うんうん、体自体を変えていきましょうっていうところなので、うんうん、女性専用姿勢とか歪みとかっていうのを、うんうん、症状名は出さずにその3つぐらいのキーワードをいっぱい散りばめて、うんうんうん、広告を作るようにしました。そしたらそんだけ変わったわけですね。びっくりしました。すげえ。 PPC 広告だったら玉井先生がいたりとか、はい、パッケージ化だったら井上さんがいたりとかね、はい、してサポート受けて結果出されてると思うんですけど、はい、アクセス集めてもホームページがしょうもなかったらダメじゃないですか、はい、ホームページもめちゃめちゃ上手に作られてると思うんですよ。自分で作ってるっすもんね。そうなんです。はい、この部分もちょっと解説、実際にホームページ見ながらしていただけたら嬉しいなと思うんですけど、はい、当初は取れてなかったわけですもんね。どこをどう変更したら取れたとかってエミさんの中でこう感覚としてあります。まず一番大きかったのは、うんうん、ビフォーアフターの写真かなと思います。ビフォーアフターの写真、このヘッドラインとかそんなに変わってないんですか。これも変わりましたですが、メソッドの先生のホームページをものすごく見たので、何が良くてお客様を予約するのかなとか、はいはいはい、女性の先生もやっぱりいらっしゃるので、うんうんうん、その女性が来やすい雰囲気ってどういう風になってると来やすいのかなとかっていうのがあったので、それを真似して何回も作り変えて、多分30枚100枚ぐらいもしかしたら作り直してるぐらい作り直して、懇親会とか行った時にちょっと他の先生に見ていただいたりとか、前川先生にチェックしていただいたりとかっていうことをして、あとはもう特に女性専用ですっていうことが分かるように作るように意識しました。聞きました。100枚ぐらい作ってるんですよ。多分 2,3 枚でね出ないよって投げてる人が多いと思うんですけど、このヘッドラインだったらどこがポイントなんですか。実際に来ていただいたお客様に検索ワードを書いていただくプラス、はいはいはい、何が決め手でしたかってたくさんある中でとか、あとお悩みを聞くときに必ず歪みってほぼ全員から出てくるワードだったので、姿勢よりもなんか歪みっていうワードが皆さんすごく、慢性的に痛みもポイントじゃなくて体が歪んでるのがいけないんじゃないかって皆さんおっしゃるので、それのワードがやっぱ入っていた方がいいだろうっていうのと、プラス痛みと、あとは不調とかだるさとか他人には理解してもらえないところだと思うので、そういうのをリセットできるっていうところの印象がパッと見で分かるといいのかなと思いました。すげー。多分今見てると、あ、こうやってやったらいいんやと思ってやると思うんですけど、そういうの取れないですもんね、絶対ね。いろんなバランスがありますもんね。ビフォーアフターの部分ってここだと思うんですけど、はいはい、これ何かどう変わったんですか。前川先生に一番最初にズーム面談していただいた時に一番最初に言われたことで、うん、まず写真を明るくする、うん、あとやっぱりビフォーアフターってやってる本には分かってても、はい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 、初めて見た方って何がどうなってるのかってやっぱ分からないので、うんうん、ごちゃごちゃしない程度に分かりやすくするっていうことと、うん、雰囲気をやっぱり明るくするっていうことと、うん、3ヶ月とかちゃんと、まあ、時間をかけてしっかりやってるんだっていうのが分かるようにするようにしました。じゃあもうパッケージって言われてもそりゃそうやなになりますもんね。こんな感じでねホームページを修正されて、まあ、この辺ともねすごいこう女性受けしそうなやり方されてますし、初回オファーもね19%とかそんな安い値段じゃなくても新規集まってますもんね。はい、ありがたいです。めちゃめちゃすごいと思いますマジで。こうやって LP もちゃんと作って、はい、インスタ広告 PPC からアクセス流して、はい、他にも施策としてされたことあります。あとは、うん、仕組み化の一環として、はい、プログラムで3ヶ月4ヶ月お付き合いするので、そのプログラム終了した方に口コミをいただくようにしていて、今までは口コミお願いしますっていうだけで終わっていたんですが、はいはいはい、実際にもインタビューをして詳しくお聞きして、なかなかそのお客様ってご自身で書くのってやっぱり難しいというか、はいはいはい、お忙しいし
なんて書いていいかわからないしっていうのがあるので、うん、インタビューをもとに私が書き起こしをして、その書き起こしをするときに、うん、インとして入れたいやっぱりワードだとか、うん、女性専用の雰囲気みたいのどうでしたかっていうのをちゃんと質問として入れて、はいはいはい、他の方に参考にしていただけるような内容もインタビューをして、うん、そういうの全部入れ込んで口コミの土台を作って、うん、まあ、お客様に LINE で送りをして、はいはいはい、お客様にチェックしていただいて、うん、実際に来ていただいたときに投稿の方法とかも全部ご案内して、うん、極力お客様に手間が出ず、はい、あとある程度のボリュームがあって、うん、入れたいワードが入っているっていう口コミを作って入れていただくようにしました。すごいですね、めっちゃまめにやってますよね。これはもう教えていただいたりとか、うん、お客様がもうご協力あってのことなので、うんうんうん、感謝しかないというか、すごすぎますマジで。それで売り上げ上がってて、まあ、今後まだまだ上がっていくと思うんですけど、講座受けていただいてて、なんかどんな内容が印象的だったとかって、ね、記憶に残ってるとかってあります？たくさんあるんですが、うんうん、まあ、一番だとお客様がうちを全く知らないところからファン化するまでっていうのをこう細かく細分化して、うんうん、その時にお客様は何を考えてて、うん、なんでその予約に躊躇しててっていうところを細かく考えて、うん、それに対してうちができることは何なのか、うん、どういうことをすればいいのかっていうのを考えましょうっていう課題があって、うんうん、お客様にやっぱりすごく聞きましたし、自分もすごく考えたし、はい、今まであんまり予約が入ってなかったので、うん、あれだけ時間あったのに、うん、全然やってこなかったなって思って、うん、自分がやってこなかったから結果が出なかったんだというふうに納得もしましたし、うん、それを今もやっぱりずっと考えてるので、うん、すごく重要だったし、今でもちょっと頭の痛い課題というか、うん、大変な課題だなと思います。なるほど、あの課題をそこまで考えてくれてる人ってどんな子供かなと思いますね。すごいありがたいですマジで。実際このメソッド入っていなかったらどんな状況になったと思います？今移転してちょうど1週間ぐらいなんですが、なんとか移転はしてみたものの、ずっと売り上げとか集客とか経営とか、うん、毎日悩んで苦しい日々をおそらく過ごしてたんじゃないかなと思います、うん、今もねまだ苦しい部分あるかもしれないですけど、はい、結構楽しくなってきたんじゃないですか？そうですね、以前は何かをやって結果が出る出ない、うん、出なかったらあもうダメだっていう感じだったんですけど、うん、今仮にやったことで結果がすぐ出なくても、うん、なんで失敗したのか、うん、次どうしようかっていう風に考えられるようになりましたし、うん、あとはそのメソッドのすごい先生たくさんいらっしゃるんですけど、うん、そういう先生って目先のことだけじゃなくて、うん、何ヶ月先とか半年先とか1年先とかに向かって、うん、あれだけ忙しいのに、うん、種まきをすごく知ってるっていうことを知ったので、うん、折れている暇もない、うん、今はそんな感じです。今苦しかった悩んでいた頃の自分に声をかけてあげるとしたら、どんな声をかけてあげたいですか？当時は悩んでばかりいたので、うん、メソッドに入って、まあ、正しい努力の仕方を知れば大丈夫なので、うん、折れずに本当に頑張れと言いたいです。実際こうメソッドのね入っていただいて、メソッドの良さってエミさんから見てどこだと思いますか？はい、まずはどの先生も心よくシェアしてくださる、うんうん、それって多分普通に考えたらお金を払って有料級の情報だよねっていうところが、受講生限定の Facebook に入るとものすごくたくさんあるので、入塾した時に割と Facebook もかなり見て、そこまで教えてくれるんだみたいな、実際にその懇親会とか講座の時にお会いして聞いても心よく教えてくださるし、みんなでこう応援し合える雰囲気でもあるので、逆にあっという間に売れてしまう先生もいらっしゃるから、プレッシャーもあるので、それがいいバランスかなと思います。リサーチマですね。実はコツコツ裏でありました。すごい。最後にですね、エミさんの今後の夢とか目標をちょっと教えてもらえたらと思います。はい、まずはまあ移転したばかりなので、うん、土台固めをしたいっていうところと、お客様と長くお付き合いできるようになるっていうところで、結果的に今は100万ってやっぱり目標の位置にいるので、それを平均的にしたいっていうところと、先々新しいメニューを入れたりとか、さらにまあマーケティングを勉強を続けていきたいので、施術によらない売り上げを作るとか、場合によっては生態によらない売り上げを作るっていうところを目指していきたいなと。すげえ、めちゃめちゃ考えてる。メソッドに入らなかったら、うん、こういう目標自体を持つこともできなかったので、うん、もう明日の売り上げ、うん、来月の売り上げっていうところにいっぱいいっぱいだったので、うん、本当に感謝しかないです。ありがたいですね。僕たちもねすごいこう勇気をねもらってるので、今後も力の応援ねさせていただけたらと思います。きっとですね、この動画は本当に女性の治療家さんだけじゃなくて、男性治療家さんにとってもすごく有意義な動画になってるんじゃないかなと思います。きっと女性治療家はめっちゃ元気もらってると思いますよ。私もあのメソッド入る時に、うん、女性の先生の動画はすごく見たので、何かお役に立つことがあれば嬉しいです。そういった形でありがとうございました。ではまた皆さん次回の動画で。さよなら。
どうでした？緊張しました。緊張しました。また突っ込みたいとこいっぱいありましたもん。やっぱやってますね。あんまり見せないじゃないですか。やってるような雰囲気は。どうですか？でも実際ね、エミさんが見てくれてたみたいに、これを見てる女性の先生とかがね、いてすごい勇気もらってる方もいらっしゃると思うんですけども、エミさんの中で最後にそういう方々へのメッセージがあればお願いしてもいいですか？メソッドは、まあ、実際は男性の先生の方がやっぱり多いですけど、女性の先生もすごく活躍されていて、特にその男性女性問わずやるんだっていう気持ちと、継続するんだっていう気持ちを持っている先生であれば、前川先生はじめ皆さん応援してくださるので、その気持ちを持って入れば必ず結果として現れると思うので、ぜひ同じ場で勉強できればいいかなと思います。はい、じゃあ今日本当にインタビューありがとうございました。